モード801では、パーティクルとダイナミクス、リプリケーターを組み合わせられるよう、ダイナミックリプリケーターという新しいアイテムが追加されました。このサンプルシーンでは、ボールと、その上の方にカーブが用意されています。このカーブを使用して、ボールの中にティーポットを積み上げていきましょう。まずは、パーティクルのタブから、カーブエミッターを追加し、ソースとしてこちらのカーブ、 これを指定します。パーティクルシミュレーションからわかりやすいようにサイズを大きめに設定し、重力仕様をオンにし、シミュレーションを行ってみます。このままだと、えー、パーティクルがボールをすり抜けていってしまうために、ボールの中にパーティクルが留まるよう、まず、えー、ボール、 こちらのスフェアですね。スフェアのアイテムを選択し、ダイナミクスのタブから、こちらがパーティクルを受け止める側であるということを示すように、スタティックリジットボディの設定を行い、さらに、パーティクルのタブからダイナミクスコライダーをオンにします。これでもう一度シミュレーションを行ってみると、パーティクルがこのボールの外側で留まるようになりました。ボールの内側にパーティクルが入ってほしいので、 この場合には、スペアのダイナミクス、こちらのタブで衝突シェイプを外角からメッシュへと変更しておきます。そうすると、このようにパーティクルがボールの中へと溜まるようになりました。すり抜けてしまうパーティクルがある場合には、ちょっとマージンの値を大きくすると、すり抜けるパーティクルがなくなってきます。ではここで、 え、リプリケーターを追加してみます。アイテム追加からパーティクル、リプリケーター、こちらを追加し、原型となるアイテムにティーポット、ポイントソースにパーティクルシミュレーション、こちらを指定して、シミュレーションを行ってみます。そうすると、 このカップの中というのを見てみると、ティーポットは積み重なるということはありません。というのも、この場合、リプリケーターはパーティクルの位置だけしか考慮しないからです。これをティーポットの形状に合わせて積み上げるには、まず、リプリケーターを選択し、ダイナミクスのタブからこれに対してアクティブリジットボディを適用するだけです。もう一度シミュレーションさせてみます。 そうすると、えー、ティーポットの形状に合わせて、カップの中に積み上げられていくのがわかります、えー。アイテムリストを見てみると、新たにダイナミックリプリケーターというアイテムが追加されているのが確認できます。これが、えー、リプリケーターをダイナミックスで利用できるようにするための、モード801から搭載された新たな機能となります。 ダイナミックリプリケーターのプロパティを見てみると、アクティブリジットボディと同様のプロパティ、これが用意されていますので、さらに調整を重ねる場合は、これらプロパティを調整するようにしてみてください。